。なんとか借金の支払いを伸ばしてもらったが、返せる当てが思い当たらん。やつらの嫌がらせのせいで仕事が来ねえ。くそ、手の打ちようがねえ。せっかく夏たちが帰ってきたのによ。ギルドがそんな状況だったなんて。私たちがいない間、マカオさんがマスターとして切り盛りしてくれてたみたいです。これは俺たちの問題でもあるな。うん、ギルドの問題だからね。みんなで協力してお金稼がなきゃ。ほう、そうね。まずは依頼書を見てみっか。ってこれだけかよ。それだけギルドが落ちぶれてるってことね。借金がいっぱいで信用ガタ落ちみたい。大した依頼じゃねえぞ。その人は怪我をして帰れなくなってるのかもしれません。それなら私の魔法が役に立つと思います。そっか、ウェンディの天空魔法なら治療できるもんね。よし、一緒に行くか。ウェンディ、あ、ちょっと家に戻ってもいい？7年空けたままになってるし。
鍵が開かない。わ、張り紙だ。なになに？7年分の家賃を払うまで入れません。大家より。フェアリーテールの寮でしょ。フェアリーヒルスも全額払わされました。足りない分は負けてくれましたけど。フェアリーテールも火の車だし仕方ないか。なんだルーシー、泊まるところないならうち来るか。え、大変だよナイツ。お、ハッピー、今日からルーシーかな。金庫盗まれちゃった。魚買うお金もないよ。なんだって、よく探したのか。うん、隅々まで探したけどどこにもないんだ。ルシー、さっきの話なしな。別にいいけど。ギルドも私たちも一文無しですね。早く依頼を達成して食費だけでも稼ぎましょう。そうね。依頼書によるとここが消息を絶った場所ね。行方不明になったやつを探して連れて帰ればいいんだろう。楽勝だぜハッピー。どっちが早く見つけられるか勝負だ。アイサー、ここにはモンスターが出ます。気をつけて進みましょう。あいつら聞いてないわよ。行きましょう。
楽勝楽勝。あれ、人が襲われてる。依頼にあった方かもしれません。助けに行きましょう。強そうな奴らじゃねえか。燃えてきた。ありがとう、助かったよ。あえっとたと、安心したら痛みが。怪我を見せてください。私が治療します。ああ、痛みが引いていく。お嬢ちゃん、こんなに若いのに治癒魔法を使えるのか。ところでオタクラはどこのギルドなんだ。フェアリーテイルだ。アリーテイル、聞いたことないな。新しいギルドなのか。フィオーレで知らない人がいないギルドだったのに。さて次は。よくやった。よし、これで初仕事は完了ね。ウェンディ、お疲れ様。お役に立てたようでよかったです。また誘ってください。早くお家に戻れるといいわね、ルーシー。あ、家賃のこと忘れてた。これじゃ全然足りないよ。次行こうぜ。次仕事こなしてりゃギルドも家賃もなんとかなるって。
密輸組織を見つけ出して取引現場を抑えろってことかしら。その仕事俺もかませてもらおう。ああ横取りする気か。そうは言ってねえだろうが。7年前その組織を追ってたんだよ。まだやってやがったか。何か因縁があるのね。いいわ一緒に行きましょう。いいのかよルシー、お前の取り分がなくなるぞ。なんで私の分なのよ。俺の分はいい、お前らにやるよ。頑張ってね。さてと行き先は。よし。グレイ、依頼のあった密輸組織とは何かあったの？取引現場を襲撃して組織を壊滅させた。ただそれだけのことだ。あいつらもう二度とやらないと言っておきながら、また密輸に手を出すとはな。悪いやつなんでしょ。もう一度懲らしめなきゃ。ああそうだな、わかるまで付き合ってやればいい。ここにしましょう。行き先は。行き先は。よいしょっと。よし。
行くぞ。よいしょっと。ありがとう。あいつだ。あいつで間違いない。グレイ、本当にやっちゃっていいんだな。ん？なあ、思いっきりやってやれ。あの時の誓いを思い出させてやるんだ。観念しろ。お前はグレイ、7年前に死んだはずじゃ。そう簡単に死ぬかよ。それよりお前、なんでまた密輸なんて始めた。懲りたんじゃなかったか。それはお前が死んだと思って。はあ、それがどう関係すんだよ。まさか俺がいないから好き勝手できるって。違う、そうじゃないんだ。捕まった後、足を洗って農家を始めたんだよ。事業はうまくいき、俺らは本当の家族のようになった。この幸せもお前のおかげだと報告しに行こうとしたが、私たちが天狼島で消えて、目を覚ましてくれたあんたの恩に報いたいと思って資材を投じて捜索隊を送ったが見つからず、やがて金が尽きて。バカ野郎、それでまた密輸に手を出したっていうのかよ。こいつらはお前の家族なんだろ。なら守ってやれよ。悪の道に導くなどマスター失格だ。グレイ、まあお前らの気持ちは嬉しいけどよ。やるじゃねえか。調子いいね。逮捕されちゃったね。もう悪いことはやめてくれるかな。大丈夫だろう。あいつらは悪い人間じゃない。うん、そうだね。私もそう思う。これにて一件落着。それじゃあ俺は次の仕事に向かうわ。何かあったら呼んでくれ。
ルーシー、ごめんなさい。え？